番組に届いたお便りを読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ももひこさんです。あざっす。津田ちゃん、浅野さん、おはもも。おはもも。アニメラジオともども毎週楽しみにしています。いつもアニメを見ていて思うのですが、ももきょのキャラクターはみんな衣装が可愛いですよね。過去、ちょっと露出も多めですけど、もし、お二人が実際に着るとしたら、誰の衣装を着てみたいですか？個人的には、くしなだの衣装が可愛くて好きです。ああ、衣装か。これさ。ああ、くしなだの衣装確かに可愛いですよね。そうだね。露出もさ、割と、鬼姫とかに比べると。鬼姫、肌色成分ほんと多いんで、ずっとビキニみたいな感じなんで。津田ちゃんさ、犬とかどう？裸ですね。全裸にさ、この何？首周りとさ、これ、見たいよね。正直、鬼姫よりもひどい。下半身丸出し。後輩をね、精神的に追い詰めるのやめてください。私は見たいの。マスミさんはどれ着たいんですか？私ね、私でも、スメラニ天女とかやっぱり。お腹結構出てますよ。そうだね、お腹ぐらいだったら全然。おそんな下半身全部出すよりいいよね。私なんで犬で決定してみたいな感じなんですか？やだもう。擬人化ね。擬人化ね。服絶対着せてくださいね。もう完全に変態ですから。はい。いやでも本当にね、可愛いキャラ、勢揃いってことですね。そうですね。まあ鬼側結構こう、ついんですけど。トゲトゲしてますけどね。はい。